はい、皆さん、こんにちは。ドットコムドットコムです。さて、今回なんですけれども、単発といたしまして、テトリスの縛りプレイをちょっとやっていこうかなというふうに思っています。で、今回は何を使うかっていうと、セミコロンのない C 言語で公開されているテトリスになります。そうですね。一応これ収録当時の状態というか、収録当時の状況なんですけれども、セミコロンのない C 言語が今一時閉鎖中になってるので、今回はいわゆるテンプラを使って、やっていきたいと思います。テンポラリーインターネットファイルズを使って、持ってきたものを用いていって、テトリスの縛りプレイをやろうかなって思っています。じゃあ行きましょう。さて、今回はどういう縛りをやるかっていうと、シングル縛りをやりたいと思います。で、シングル縛りっていうのは、簡単に言えば、テトリスで消し方が1列、2列、3列、4列ってあるんですけれども、1回に1列しか消せないっていう縛りを設けて、今回やっていこうかなっていうふうに思ってます。テトリスプレイしたことがあるんだったら、ある方でしたら、お分かりだと思いますし、結構慣れてる方だったら、そうですね、どれだけ難しいのかっていうふうにもなるかと思いますけれども、じゃあ早速やっていきましょう。一応この縛りなんですけど、一応以前はカハマルカの瞳を使って収録してたので、かなり再収録をやってみました。なんで、それなりの記録は出てても、なかなか公開できなかったんですよね。個人的にはテトリスはあんまりやらないので、自分でもあんまり得意な方ではないっていうふうには思ってるんですけれど、でもこのセミコロンのない C 言語で公開されてたテトリスは結構やってました。一応縛りのルールを設けてるので、もし縛りのルールが守れなくなった時点で強制ゲームオーバーにします。縛りなんでね、そういうルールを設けておかないと。ヤマンが来るな。っていうか、来てほしくないものばっかり来るんだけど。来て欲しくないものが多いな。おお、危ない。なるほど。こうか。こうでしょう。さあ、このシングル縛り本当難しいんですよ。とにかく1列しか消せないから、溜めていってしまうと本当に肝心な時に消せなくなるっていう状況になってしまうので、見ると分かりますけど、結構難しいです。本当に。テトリスのコアなユーザーじゃねえや、コアなプレイヤーの方でしたら、試しにやってみてもいいんじゃないかなというふうには思ってますけど、自分が考えたしょぼい縛りですけどね。ですけど、ここでレッドリレース実況プレイパート5と6のと同じ日に収録してんですけど、レッドリレースの方は夜寝る前に収録して、
ってついでに編集作業もやっちゃったんで、終わった時なんと夜中の3時になってしまいました。本当ダメだな俺。なのでまあ今起きて、まあ学校行く前にちょっとやってるんですけど、究極に眠いんです。究極に眠い、もはや眠気と戦う状態になってる。ダブル、まだダブルとかまだ出てないよね。大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。そう、こういう風にポンポンポンって消えていくと楽っちゃ楽なんですよね。いやー、ちょっと待って、なんで4連発も来る。4回もいらないんだけど。ちょっと待って、こいつ下げた。大丈夫だよね。今のはちょっと怖かった。これ見てるね。ちょっと待って、だから同じのなんでこんなに来るの。ちょっと待って、やばい、マジやばい。あ、やば、間違えた。くそ、実は今の4列のやつは落とせなかったっていうのも、縛りルールを破ることになってしまうかと思い、死んじゃったわ。66か。とりあえず今もうすぐ7分か。半端ですけど今回ここで終わりにしましょうか。一応まあ以前収録してた時は90って何の記録だっけ、94ですとか言ってたんですけどね。今回はちょっと調子が悪かったですね。はい、じゃあそんなわけで今回は単発動画としまして、まあ、テトリスの縛りプレイをプレイしました。まあテトリスのコアなプレイヤーな方でしたら、まあ試しにやってみるのも面白いかなっていうふうには思います。はい、では今回ここまでにいたしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。